こんにちは、トッポです。今回はこのゲーム、ハローネイバーやっていきたいと思います。このゲームはですね、まず僕は無料版を今日は実況していきたいと思います。ではやっていきましょう。新しいゲームを始めたい。この質問はどういうことだ。新しいゲームを始めたいですよ。まあこのゲームはなんと隣人の家に侵入すると。でもその隣人が襲ってくるのを避けながら、まあ脱出ホラーゲームという感じですね。いや、カラフルすぎんか、このバスケットボール。お、走る走る。これは主人公か？うおお、頑張って走る。頑張って走る。お、蹴った。あ、なるほど。この左のこれでキャラを動かすと。で、カメラ視点でボタンを押すとジャンプ。長押しすると、長押しするとしゃがむか。おお、ジャンプ力高い。もう、おい、すごくないか。ジャンプの間に2回転ぐらいジャンプできる。これすごいね。この主人公のこの運動神経さえあれば、もう隣人なんかやっちゃいますよって感じですね。なるほど。ここが隣人の家ですね。もうカラフルすぎんか、このバスケットボール。お、考えてる。顔だよ。問題は。顔が問題なんだよ。おー、なんかやったよね、隣人。で、逃げた、隠れたの。いや、ダメだよ、主人公。その探求心がダメなんだよ。あ、もう速攻始まる感じか、これ。なんか叫び声聞こえますね。赤のロックと。赤のロック、おー。あー、まあ、これは演出上ですね。赤の鍵を探しに行くと。赤の鍵はどこだ？これがヒントになりますね。なるほど。2階のテーブルの上に赤の鍵があって、で1階のあの赤のロックを開けるっていうのが目標なのかな。ではやっていきましょう。まずこれは自分の家ですね。なるほどなるほどなるほど。そっち開け珍しいだろ。玄関でそっち開け珍しいだろ。なかなかないよ。もうちょっとなんか、そうですね。感度が早いんで、ちょっとまあこんぐらいにしときましょう。これは遅すぎる。これ、40ぐらいがいいんですよ。45ぐらいでいいかな。あ、ちょうどいい。まあ、ということで、まあ、この家でどうするわけもなく、まあ、とりあえず、隣人の家の、あの家ですね、多分。あそこの部屋に侵入して赤の鍵をゲットするっていうのが目標なんですよね。まあ、とりあえず、やっちゃいましょうか。もう、どうす、これ、これは、これはどうするの？これ、やっちゃっていいんですかね。あ、来てますね。いや、もう捕まんないよ。もう初見なんですけど、まあ一回も捕まらないのを目標にやっていきたいと思うんで、はい。もうそういうところ余裕ですよね。もうここら辺は特に気になることもないと。これ、物を投げて、そうですよ。物を投げて、隣人を、ちょっとな時間だけ、足止めすることができるんですよ。だからまあ、持っとくだけ、ダウンボールとか持っとった方がいいっていうのが、まあ、このゲームの基本っていうもんなんですよね。まあ、とりあえず、窓ガラスを。窓ガラスはさすがに割れないか。うん、さすがに無理だよね。もうそれした時点でどっちが悪もんみたいな。ああ、います。もう平和的に行きたいんでね、自分。
なるほど。これ足場つけると、うわこれ怖いっすね、マジで。なるほど、ここに鍵が閉まっていると。当たれ、当たる、むずい、むずい、むずすぎる。てかこれなんだ、ボーニング、指、こんな指の人おるか。まあ、ボーリングの球当てた時点で、まあ、隣人さん死にますよね、普通。まあ、一回当ててみよう。これ上がれないな。ね、嘘だ。聞いてた話と違うな。まあ、隣人さんが、こうしているのならば行きましょう。自分は、うわその手じゃ無理か。見てますね、まあ、とりあえず、まあ、どっから入るかが問題ないですね、まあ、どっから入るにしても、まあバレないようにを基本にやっていきましょう。いや、臨時トマト、トマト攻撃はすごい。当ててみたいんですよ、自分。でも、まともに当てれないと。はっ、うおー、アクロバティック。やばいやばいやばい。オッケー。もうね、これ、この追いかけっこやっていきましょう。ずっと。なんか目の前でラジオ体操、あれ、ああいうエモートみたいな挑発行動みたいなやってますね。あれは完全に挑発行動ですね。うわー、挟まった。 OK、 まあとりあえず、なるほど、隠れることもできると。おお、すごい、バレてるんじゃないか、バレてないか、さすがにね、さすがにそれはないか。うん、あー、なるほど、外に出たと。じゃあ今がもうチャンスっていう感じですね、多分。うわ、もうわからないがすぎるくんだ。マジで、ちょっとこれ、むずいっすね。予想してた場合。なるほど。どこに侵入するかなんですよね。むずい。なるほど。意外に隠れる場所っていうのがあるんですね。まあ、それをうまく活用するっていうのが大事なんですけど、とりあえずここの、 なるほど、普通には開けれないとですよね。むずいな、どっかに鍵がある。うわ、わからない。まあまあまあ、ここでおびき寄せましょう。うお、すごい、進撃の巨人ぐらい機動力ありますよ。まあ、ここはかわしますと。かわして、まあ強行突破ですね。もう鍵がないとね、話にならないと。あ、なるほど、無理だ。鍵がないとね、話にならないですよ、本当に。まず隠れましょう。あのシルバーの弾、あそこの鍵をやんないといけないと。
そんな、ちょっとこっち行きたいですね。うわ、やばいやばい。近くに多分いますけど。なんか引き出しとかにはないと。やばいやばい。バレてないか。こういうスイッチも大事なのな。あ、なんか繋がってますね。なんかコードみたいなのが。なるほど、向こうの部屋と。いや、わかんないな、これ。これ難しいっすね、マジで。こういう引き出しには物はないと。まあ、一応やっていきましょう。もう、どっちが悪者？どっちが悪者だ？はーい、まず怖い。これをやることによって止めに来ると。なるほど、ガスとか止めに来たと。いや、止めてないな。なるほど、挙動が分かんないな。あ、バレちゃってんよ、バレちゃってんよ。無理だな、おい。あ、なんかに収容されましたね。なんだここは。まあ明らかに僕サイズの家ではないと。もうそれだけが分かりましたね。はい。これ飛び越せる？飛び越せないか。あ、飛び越せないって感じですね。まあ、じゃあこっち進みましょうか。お、え、あ、隣人さん、隣人さんいらっしゃいですよね、これ。なるほど、隣人さんの、なんだこれ、過去みたいな、過去の出来事みたいな。あー、事故起こしたみたいな感じですかね。なるほど、まあとりあえず進みましょうか。